秋月氏は日本の士族の一つ。秋月氏の祖は平安時代に伊予で反乱を起こした藤原住友を討伐した大倉春美である。この功績により春美は太宰府の官人となって地区全国に土着したと言われている。平安時代後期から九州に土着した松浦氏や河町氏など他の豪族と同じく秋月氏の祖原田氏も平家の県人だった。 原田種夫から改正し、秋月種夫を名乗る。筑紫軍、原田郷にあった兄の原田種夫の居城に居住していた。兄の原田種夫が、方言の乱、平治の乱に、平家法として参加した時、種夫はまだ幼少だったが、平家が追い詰められていく過程で、種夫も成長し、兄、弟らと共に、平家のために戦った。秋月家夫によれば、樹影2年、 基礎義仲に刑を追われた平家一門は安徳天皇を報じて北九州まで逃れてくるが、この時原田種直は自分の館を天皇の安在所に提供している。その直後、平家は壇の裏で滅亡し、源頼朝の怒りに触れた兄原田種直は源氏法に捕らえられ鎌倉へ送られ関東に遊兵される。 それを知った種を合図湖下へ身を隠したと、秋月家府は記す。樹永2年7月には、後白河法皇による平家追悼の印前が出され、8月6日に、朝廷は平家一門200名余りの官職を剥奪した。時期は不明であるが、この過程で平家一門の所領に対する木官も実施されたと考えられている。厳略元年に入ると、最終的に、 平家の木管僚はすべて頼朝に与えることになった。その直後に、朝廷から頼朝のもとに、木管僚に関する注文が送られた。頼朝は、木管僚を自らの直轄領として、実際の経営は、御家人を、児童、預かり所として派遣して行わせることで、自らの政権を政治的、財政的に安定させた。兄、原田種直は、研究元年に社名され、 御家人として、筑前国都省の児頭に任じられる。種尾は、種ジカのことする説もある。しかし将軍、源頼朝からの信頼は薄く、頼朝の大官的意思を帯びて、鎮税御家人の抑えを含め仕事して赴任してきた、小西島津氏、大友氏など幕府御家人の参加に置かれる。研究2年には、小西氏は、鎌倉幕府将軍、源、 よりとの命を受けて、平良政治と共に役人を、伊勢国、島国二国に派遣し、平家木官僚を準権させている。同、研究年間、小二氏は、九州に派遣されて、なお父、竹藤より平良のおいにあたる大友義直とともに、鎮税奉行に就任。鎮税奉行、鎮税のご家人の指揮統制さらに、小二氏は、非全国、筑全国、武全国、 意国、津島国の守護となった。守護職、筑前国、武前国、非前国、津島国の守護平家木官僚のうち、筑前、筑後一円の大倉市流、原田種直の所領三千七百丁部は、すべて小二、助よりの所領となった。火力2年に小二氏は、太宰小二職に任ぜられた。太宰小に、九州の管内を、総管。 対外交渉に加えて、非御家人の統括この平安時代に、九州に到着し、平家法となっていた武家と、鎌倉幕府の意向を帯びて下ってきた、小二、大友、島津との関係が、その後の九州での勢力構造を形成する。幕府の意向を帯びた、小二氏、大友氏、島津氏は、九州の三大名となり、元、平家法の武家はその勢力下に置かれることになる。 県民三年七月に、二大将軍、源頼家が病に倒れると、九月二日に、北条時政は、将軍、頼家の乳母父で衆徒である、比企吉一を自邸に呼び出して暴殺し、将軍、頼家の着手、一万の屋敷である、正五所に軍勢を差し向けて、比企士を滅ぼす。ついで頼家の将軍意を廃して、伊豆国主前寺へ追放した。北条時政は、将軍、 より家の弟で12歳のサネトモを三大将軍に擁立し、自邸の名護遺邸に迎えて、実権を握った。9月16日には、幼い三大将軍、サネトモに代わって、北条時政が単独で署名する、関東下事情という文書が発給され、御家人たちの所領以下の政務を行った。この頃、原田種子が秋月に入り、秋月氏となる。ちなみに、くげ、 九条金金の日記、玉葉によると、他の武士たちに染まれ、恨まれた侍どころ別党、梶原景時は、二大将軍、頼家の弟、佐根友を将軍に立てようとする陰謀があると二大将軍、頼家に報告し、他の武士たちと対決したが言いかされ、一族と共に追放されてしまったという。南北朝時代においては、九州に配走してきた足利高氏を迎え撃った。 タタ浜の戦いに、菊池市の参加で、阿蘇市、河地市などと共に、南朝方として戦い破れる。戦国時代に入ると、小二市の家臣となったが、小二氏が大内義隆と争って敗れたため、大内氏の家臣となる。1551年に、大内義隆が家臣の東春方に殺された後は、文後の大友氏の家臣となった。 ところが1557年、大内氏を滅ぼした毛利氏の勢力が北九州にまで進出してくると、当時の秋月氏の当主、秋月文氏は大友氏から離反して毛利氏と手を結び、このため、同年7月、文氏は大友軍の猛攻にあって内死にし、秋月氏は一時、滅亡した。しかし文氏の次男、秋月と根は、毛利氏の元に落ち延びて、やがて、 大友氏の衰退と共に再興を果たした。さらに、薩摩の島津氏と手を結んで、大友氏に対して反抗し、後従属して一時期は、筑前に六軍、筑後に四軍、武前に一軍と、推定36万国にも及ぶ広大な勢力範囲を築き上げ、秋月氏の最盛期を減出する。百八十七年、豊臣秀吉の九州征伐では、島津氏に属して、 豊臣勢に抵抗したが、元より二十万人という圧倒的な大軍を要して、進攻してきた豊臣秀吉の敵ではなく、種種は明器、奈良芝片月を献上することで降伏は許されたが、本領安度はならず、日向国高鍋に違法された。ちなみに、大友氏家臣の日田茂金は、天正十五年、九州平定で下校した豊臣秀吉による国割の結果、 筑前城座軍の所領を失って、大友氏を去り、同年中に、立花重茂に仕える。1600年の関ヶ原の戦いで、種種の子、秋月市長は西軍に属して、大垣城を守備していたが、9月15日の本戦で、西軍が敗れると東軍に内容して、大垣城にて反乱を起こし、木村義信らを殺害した。戦後、その功績を認められて、 徳川家康から所領を安堵され、その後の秋月氏は、江戸時代を通じて、日向高鍋藩として存続した。しかし、高鍋に違法されても、公録のものが少なくなく、また文録、慶長の役から、大阪の陣に至るまでの戦役による出費で、この頃の犯罪性は逼迫しており、借り上げという形で、藩士の治業を減らしている。また、二代藩主,主春の頃は、 過労の白井種盛、主従親子に反省を牛耳られ、情報化法騒動という40年近くに及ぶ騒動により混迷の時期を送ったが、三代藩主、種信により、白井はじめ派一掃されている。ちなみに名君として名高い上杉洋山は、秋月市の出身で、母方祖母の実家である上杉氏への養子縁組によって、出は米沢藩主となった。 筑前福岡藩を領有した黒田氏とは、遠赤関係で、血統として現代まで続いている。秋月種を秋月志向秋月主家秋月主、来秋月主氏秋月主典秋月志向秋月主兼、秋月主道秋月主中秋月主氏秋月主、寺氏秋月主朝秋月主治秋月文主、秋月種種種秋月主長秋月主春、秋月種伸秋月主姓秋月主春、 広守秋月種実秋月種重秋月種憲秋月種憲秋月主任は秋月主任秋月主任は秋月主重秋月主へ秋月主法は秋月主旧秋月主高から現当主ありがとうございます。